今日はバラの開花サイクルについてお話しします。45日から60日内に繰り返し咲いてくるような品種、それを四季咲き種と呼んでいます。木が成熟して4年以上になりますと立派な花を、2番花以降返り咲きで咲かせることもあります。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。今日はバラの開花サイクルについてお話しします。開花サイクルって何ですかっていうことなんですが、バラには繰り返し咲く品種と春1回だけ咲く品種、またその間があります。でいろいろラベルを見てこれいつ咲くんだろうって言って皆さんね慎重に選ばれる時は四季咲きがいいななんて言って何回も咲く品種がいいななんて選ぶと思うんですけど、ラベルの方に書いてあったりします。でも実際にその言ってる意味がわからないと思うので今日そんな説明をしたいと思います。弊社のカタログやオンラインショップではの開花サイクルを載せていますが、それは NHK バラ大図鑑に準じて開花サイクルを表記しています。四季咲き四季から返り咲きで、返り咲き弱い返り咲き一季咲きと、バラの開花サイクルはとても様々なのでそれを今日はお話ししたいと思います。四季咲きと呼ばれる品種は伸びる枝先に規則的に花を咲かせる品種を言います。カットすると季節や、温度にもよりますけれども45日から60日内に繰り返し咲いてくるような品種、それを四季咲き種と呼んでいます。品種では例えばアイスバーグ、大輪四季咲きのピース、イングリッシュローズのレディエムハミルトン、グレイス、アンブリッジローズなど秋まで繰り返しお花が咲く品種を四季咲きと呼びます。四季咲きから返り咲き品種っていうのは不完全な四季咲き品種で、季節や条件によって部分的に返り咲きになったりする品種を言うんですけれども、花枝が長くなってからでないと咲かない品種が四季咲きから返り咲きという品種です。というのはある程度小さいうちはあまり咲かないけれど枝が太くなって大きくなってくると返り咲いたりします。例えば品種ではマイガーデン、カクテル、メアリーローズ、ウィリアム・モーリス、イングリッシュ・ヘリテージなど、あれと思って夏見てみると咲いてたり、そんな風に不規則な感じの四季咲き性品種ですね。次に返り咲き品種は伸びた枝先に必ず咲くわけではなく、主に夏前までに開花し秋の花数はとても少ない、そういう品種を返り咲きと言います。もしくは春から秋に開花して夏の花数が少ない品種、例えばグラハム・トーマス、ナエマ、レディ・オブ・シャーロット、クイーン・オブ・スウェーデン、イングリッシュ・ローズの中にはこれらの品種がとても多いです。弱い返り咲きという品種があります。1番花以降は、時々咲く。1番花がものすごくたくさんお花が咲くので、あとは本当にちょっと少なくなってしまうんですが、ポツポツと咲く、そういう品種が、弱い返り咲きです。ただ木が成熟して4年以上になりますと立派な花を、2番花以降返り咲きで咲かせることもあります。品種としてはピエドロンサール、ツルバラですね、と夢乙女、バロンジロードランなどがあります。最後に一季咲き品種です。一季咲きは春1回しか咲かない桜のようなものですね。品種ではマダムアルディやローブリッタ、オールドローズ、シャルルドミュー、イングリッシュでコンスタンサプライなど、原種や原種に近いオールドローズにとても多いです。今お話ししたのは全て成木になってからの開花サイクルなので、小さい苗のうちはあれなかなか咲かないとかそういうのも結構あると思うんですけれども、実際には大きくなってからの開花サイクルです。
木の成熟度によっても違います。四季咲き品種以外は株が小さい時には返り咲きはとても弱いです。なので大きくして、立派になってから、返り咲きは楽しんでください。開花サイクルいかがだったでしょうか。ちょっと分かりづらいところもありますが、とにかく大きく立派な枝にするっていうことが返り咲きを楽しむポイントでもありますので、皆さん頑張ってバラを大きく育ててあげてください。小松ガーデンでは毎回少しのポイントですが、皆さんに分かりやすくお話しして、皆さんにバラを楽しんでいただきたいと思います。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた会いましょう。ありがとうございました。